はい、では行きましょう。ここでは条件付きの並び方について勉強します。人を並べる問題ですね。ここの問題みたいに男子4人と女子3人を一列に並べると、さあいろんな条件付けて並べるときに何通りあるでしょうっていうような問題ですね。やっぱりこれももうやり方になれるべしです。自分なりのやり方を身につけると、例えば多くの人ができるようになっているやり方はこういうふうに、7人並べるんやったら7つのスペースを作って、そこに何通りあるかな何通りあるかなってやっていくやり方ですね。こういうふうにスペースを作って何通り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 みたいにふうにやっていくと。でその中でも特に並べるときにこういう条件がつくことが多いんですね。男子が両体並ぶとか女子が隣り合うとか、そういう条件がつくときが多い。そういうときにどういうふうに考えたらいいかっていうのはある程度基本パターンを押さえておくといいです。例えば両体に並ぶっていうそういう条件があったら、まず両端を埋めるみたいな、そういうヒントの使い方が有効です。また隣り合うとか言われたら、その隣り合うやつらをまず全員まとめて合体させて一人って考えて、でその中で並び替えるっていうやり方をすると有効なんですね。このままではちょっと抽象的すぎてわからないんで、具体的に問題を見ていきましょう。例えば1番、両端に男子が並ぶとね、7つのスペースを作ってその両端に男子が並ぶ。ここに書いてる通りです。まず両端から埋めていくんです。つまりここに入るのは男子4人、例えば A 君、B 君、C 君、D 君がおったとしたら、そのうち誰かが入る4通りなんですね。そしてこっちの端にはこっちで並んだやつ以外の男子が入る3通りあると。で、あとはどう並んでもいいですね。ここでの条件は両端が男子で中はどうでもいいんで、あとはじゃあここで入った男子2人を除いた合計全部で、あとは5人ですよね。全員で7人よると。で、ここに1人、ここに1人男子が入ったから残りは5人、その5人を並べると。全員を並べるときはこの順列ね、解除使ったらよかったんですね。だから5解除です。もちろん 5P5 でもいいですし、 5×4×3×2×1 でもいいです。やり方は人それぞれです。ということで、端っこを埋める 4×3、 残りの5人を並べる5解除、全部かけて1440通りという考え方をします。次2番ですね。2番は女子3人が隣り合うように並ぶと。で、ここでもさっき言ったように隣り合うはどう考えるかっていうと、まとめて一つに考えて中で並びを考えると。どういうことかっていうと、例えば男子を丸、女子を星と考えるとしますね。7人を並べる、やから丸丸丸丸星星星を並べるんやけども、この女子3人は全員隣り合う必要があると。だからこの人らをまとめて1個の塊、1個のまあ四角みたいに見るんです。で、この1234、丸4つと星1個、これを並べると、そう考えるんですね。そしたら全部で5個を並べるね。こいつは一塊って考えてるから、どんな状況になっても絶対女子は隣り合いますよね。だからこのまず1234でっかい四角1個のこの5個を並べると考えて、それ120通りあると。ただその中でもこの女子の並び順ありますよね。例えば女子が A ちゃん、B ちゃん、C ちゃんやとしたら、 A、B、C って並ぶかもしれへんし、 A、C、B って並ぶかもしれへんし、 C、B、A って並ぶかもしれへん。いろんな並び方あるんですね、この中でも。それを考えると、この中3人を並べるから3の解除で6通りある。で、これはその各々に対してはが 120×6 で720通りというふうに考えられます。次3番、じゃあ女子3人が隣り合わないはなんぼと。これは2番できてるから簡単ですね。隣り合わないっていうことは、隣り合わないっていうことは全通り引く隣り合うって考えたらいいですよね。だまず全通りを考えます。隣り合うのはもう先720通りって求まってますもんね。全通りはなんぼかなっていうと、7人全員を並べるから計算したら5040です。で、女子3人が隣り合うのさっき計算した通り720なんで、引き算して4320と分かります。次ラスト、男女交互に並ぶと。これもまあまあよく見るパターンですね。で、男女交互に並ぶっていうことは、さっきの丸と星を使って説明すると、丸星丸星丸星丸、このパターンしかないですよね。さっき女子が並んじゃうと交互にならない、途中で男子が余っちゃいますもんね。だから男子が絶対両端になって丸星丸星丸星丸になると。これどう考えんねんっていうと、これ上下に分けて考えると分かりやすいですね。丸星丸星丸星丸やから、とりあえずこの丸だけ埋めてまおうと。
ここに男子入れたらいいですね。この丸のスペースに男子を入れたらいいから、4通り、3通り、2通り、1通りで24通りある。で、この星3つもここに女子を埋めればいいから、ここに3通り、2通り、1通りで6通りあると。で、これはその各々に対してあるんで、 24×6 で144。こういうふうに考えると早いです。はい、ということで、ここでも条件付きの並び方勉強しましたね。ここも結局この人の並び方の問題というのは非常によく出るんで、もういろんな問題経験してやり方に慣れていくだけです。で、よく出る条件はこの両端に並ぶとか、隣り合うやったんですね。ただこの4番みたいに交互っていうのも出てきますし、ここで紹介してへんような、条件付きが出てくる可能性も大いに考えられます。そういうのは出てくるたびにね、問題集で出てくるたびに納得して、こう、あ、これはこういうふうに考えたらいいんか、こういうふうに考えたらいいんかっていう、その自分なりのパターンですね。この条件が出たらこうやって考えようみたいな、こういうパターンを増やしていくと、そうすればどんな問題でもできるようになります。